先生お願いいたしますこんばんは、えー、長谷川です、えー、今日私がちょっと、えー、モロッコにまあ、移住するということで、えー、時間をまあ、坂井さんの方から取っていただきましてその私の柔道歴とまあ、なぜ海外モロッコに行くのかということと<あ>皆さんからの質問ですねいて、えー、そちらの方をやらせていただくことになりました次お願いします えちょっと私その前に私のプロフィール言いますとまあ,まあ名前はご存知だと思うんですけどもえ昭和34年生まれ京都府京都市出身だとえ柔道を始めたきっかけは隣の町内にですねえ京都練習会堀部道場というのがありましてえ昭和40年6歳の時にえ私はえ道場に入門しましたそれで今もですね私あの堀部先生とはえ付き合いがありまして えーまあ、東京と京都ですけども、まあ、横浜か横浜と京都ですけども、えー、電話はしょっちゅうしてます、えー、先生が東京出てこられた時には必ず、あのーまあ、駅まで迎えに行って、えー、対応するようにさせていただいておりますで私のちょっと面白い道場で、えー、小学校の私はあのー、入る前に時計の時間も読めない字も全然わからないような、うん 人間だったんですけども、それは先生が心配されて、えー、中学3年生までずっと勉強教えていただいてました。それがそういう道場で、夏はほとんど道場にずっと入り浸りだというような状況でした。ありがとうございます。次、ちょっとお願いします。まあ、それからですね、まあ、えー、高校、中学、高校とずっと柔道もしてました。それで、えー、と大学がですね、 京都産業大学というところに、えー、法学部に、えー、進学しまして、柔道部に入りましたで。そこで藤井先生に初めて会いまして、えー、いろいろとご指示いただきました。で現在も藤井先生とは、えー、やり取りをさせていただいております。でまあ、2週間に本当に1回ぐらいは連絡をいただくような感じです。で藤井先生めったにあの されれないことだとだ言われたんですけど私が今回仕事辞めるってたら仕事も探していただいたり海外に行くとなったらいろいろと、えー、仕事も探していただきました、えー、昨日もまた電話いただいて、えー、5月にアフリカ選手権があるんでそちらにも行くようにという指示がありました本当にあの柔道の技術以外にも、えー、講師ともにいろいろとお世話になってるのが本当に今藤井先生です。 で行くたびにいろいろと話をしていただきまして、柔道の話もそうですし、えー、柔道の技術ですね柔道の技術もそうですし、柔道に対する考え方ですね、こういうふうにしないといけないということは、常にあのよくお話を聞かせていただいております。次お願いいしまますす、えー、私がなぜ海外かかととうですね、まあ、まずきっかけは 大学を卒業するとき、まあ、就職しないといけないっていう状況ですよね、4年生の8月、9月になってくると、私は藤井先生が言われたのは、大学残れと、俺の元で下で練習して後輩指導しろって言われたんですけども、私はもう練習とていうか柔道もいっぱいいっぱいだったんで、お断りをして、また怒られまして、映画にしろと、おられまして、半年待ってやるから、大学帰ってこいと言われたんですけども、 えー、会社に入りましても、水曜日の朝練だけはあの、私も水曜日休みだったんで、えー、共産の練習には参加してま,し,ました。で、まあ、10月ぐらいにやっぱり、先生、会社辞めますって言って、海外行かせてくれって言ったら、藤井先生がどこからか知らないんですが、えー、IJF の方で、えー、モロッコのナショナルチームのコーチを探してると、行けということで、分かりましたっていうことで、えー、行きました。 えと会社勤めしたのは約1年、まあ、1年ないですね、半年ぐらい勤めて、もうすぐ終わりまして、えー、次の年の4月にはモロッコにすぐに行きました。で、モロッコがなどうして読んだかっていうと、えー、と私が行った年の9月だったと思うんですけど、地中海大会っていうのがありまして、地中海に面した国の試合がありました。それがモロッコで開催されるということで、どうしてもメダルを取らせてくれと。 いうことで、えー、日本人コーチを探してたらしいんですけども、日本人日本に連絡しても誰も行かなかったということです。それで、えー、私が行きたいっていうところ、ちょうどあったので、えー、行ってこいということで行かせていただきました。次、お願いします。で、まあ、あの私がじゃあなんで海外行くようになったのかっていうことちょっとね、 ここに藤井先生がが大きく関わってるっててるるあんですね1番目の1年生の時ですね試験中、まあ、柔,道柔道部の練習は一応休みですで明日試験がないものだけがトレーニングっていうことで5人になったんですねちょうど藤井先生入れてちょうど5人でしたで2人ずつ組んで何かあのトレーニングしてたんですけど私はジャイアンで負けてえちょうどその休み なってたんですね。そしたらそこに、えー、ニュージーランド人だったと思うんですがオーストラリア人が来て練習に参加したいっていうかじゃあ私が余ってたんで一緒にやれっていうことで、えー、一緒にやりましたで次の日ですねあと、えー、の写真にも出てくると思うんですけどロバートっていうニュージーランド人が来たんですねそしたら先生が「お前昨日もやってたよな今日もやっておけ」って言われて「はいわかりました」っていうことで一緒にずっとそういうふうに対応するようになりました でまあ、その間立ち、入れ替わり立ち替わりいろんな人が海外から来てくるんですけどその時もお前やってたから相手しとけって言われて私がや,やってましたそしたら一人ですあ、ね、とで出てくるの、ね、はオーストラリア人のエンドリー・リチャードソンっていうのがです、ね、私の大学に長期滞在することになりました寮に入ってで、まあ、来たのはいいんですけども当然、春休みになりますよね。 春休み、夏休み、冬休みってなったら、大学の柔道部の部員は全員帰ってしまうんですね。で、私、実は大学のもう自転車で15分ぐらいのところに実家があるんです。で、みんな帰るんで、あの一番上の永井先生から、長谷川、面倒見とけって言われて、面倒見とけって言われたって、全く一年生、言葉なんかそんなもん分からないんですね。本当にもののすごいいい悩みまししたどうしていいのか そんな辞書引きながらなんかしゃべってられないけどまあなんかやってるうちにどんどんまあ柔道しながらだからなんとなく分かってきたのかなっていう感じで向こうがですよ私のが分かるわけないんで、あのー、ずっとなんか喋ってましたで春休みは、えー、同じような練習でした7時から8時まで2人でトレーニングして。 それが終われば、えー、9時か10時ぐらいから私の高校に行って練習するでそれ終わったら私の道場に連れて行って練習するっていう感じで、まあ、3回ぐらいそれをずっと、まあ、春休みの間2週間夏休みの2週間っていう感じでずっとやってましたでまあそういうことをずっとしてる間に彼らの友達の友達の集まり場所に私を連れて行ってくれまして。 そこにですねもう本当に外国の人ばっかりです。オーストラリア、ニュージーランド人ばっかりが来て、7、8名いたんですけども、朝から晩まで、えー、全く言葉がわからない中に、日本人の私1人、ポツンと置かれて、だ時々彼らはわかる日本語で私に喋ってくれるという感じで、そういうことを繰り返し繰り返し、4年間ずーっとやってました、まあ、そうううするると4年生の時にはかななりもう普通にに、えー、話ができきようになってきました。 すすいまませんしちょっと話が先に行ってしまったんです最初の柔道家はやっぱりオーストラリアニュージーランドの柔道家なんですねでそこはなぜ良かったかって英語圏の人であったんでこれがフランス語とかアラビア語とかですねドイツ語だったら文法も分からないし何も分からなかったんですけどまあ英語って中高、ね、大学で習ってるんで 少しぐらいのことは分かるのであの辞書を引きながらとか、えー、と本見ながらでもなんとなくこう自分なりに考えていけたなっていうのがあったんで良かったなとそれから皆さんねだからやっぱり年下の,その日本人があんまりごちゃごちゃ行ってきても「はい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 」と聞いてくれたというのとあってあの今から思えばですね オーストラリア、ニュージーランド人って本当に温厚ですよね。僕、怒ったの全然見たことないんですね、彼ら。なんか怒ってても、なんかでしょだからねっていう感じで、バカ野郎みたいなこと全然なかったですね。本当に彼らすごく温厚だったので、私に対してもわからない話をしてたことがずいぶんあったと思うんですけど、ずいぶん真剣に聞いてくれました。そういういのがあったんで、まあ 非常に私としては最初の出足、出会いの人が良かったです。で、向かって左側がエンドリン・リチャードソンって、今、息子がなんかアメリカの NBA の株組織のバスケットチームに入ってます。で、こちらの向かって右側の写真の、これは向かって左側、帽子かぶってる人がロバートって言いまして、彼はリズ立ガン大学の今で英語を教えてます。奥さんも日本人です。 でそういうまあ感じで、えー、ずっと一緒にいましたので、彼らとは非常にあの今でも付き合いはあります。すいません、次お願いします。えー、っと、それで海外でですね、私が行って、えー、教えるっていうことですね。あれ、ちょっとなんか飛んでないですか、これ。あ、あ飛んでないですねだ。大丈夫でしたね、ごめんなさい。えー まあ海外で教えることになったんですけども海外で教える場合ですね非常に彼らの私もなどれぐらいの実力かもわからないんですけどもまあはっきり言って日本の中学3年生から高校1年生ぐらいの実力でしたただあのやっぱりその国のトップだっていうことですね非常にプライドは持ってました。 で今まで,ですねいろんな人がモロッコ国内でコーチとしてやったんですけどあんまりうまくいかなかったどうしてかっていうと自分より弱いやつが来ても何を教えるんだというのが、まあ、その彼らの言い分のようで教えてもらえるようなことは全然ないよっていうことをあの今まで言ってたらしいです。で初めて私が来て、まあ、自分たちよりも強い人が来て教えてくれるっていうことなんですけどやっぱりあの 彼ら国のトップなんで丁寧に教えてあげると、まあ、大体3回教えると彼らはあの必ずやりました。で彼らの知らないことばかりを教えてました。知ってることを教えたら何でそんなこと知ってるよって言われるんで必ず知らないことを入れるようにしてました。それから2つ目がの,の問題がですねその柔道連盟が全く機能してないですね。 ある時ですねモロッコ選手権があ,るありますよ、この場所でありますよ、9時からですよということで、まあ、私としたら8時半から8時50分の間に着くようにして行ったら、門も開いてないんです。で、しばらく待ってたら、やっと門番の人が来て開けて、中身た畳も引いてない。これ、どうなってんのと思いながら、えー、やってました。 えー、大変ここれは驚いたことそれからナショナルチームの練習になったんですけども、えー、何もないです練習するっていうかそこに参加したのはだいたい78名が来て彼らに教えてくれとで彼らの実力も全くわからない中でや,やるんですけども、えー、今まで何してたのって言ったらいや別にそんなあの教えてないような話も聞きました。 だかから、ら全部自分でやなないといいととけなかったたっ。うことが一つありましたそれから、えー、彼らは日本人に柔道を習ったことがないので柔道の練習方法怪我のもう全くわからない身を見よう見まねで自分たちが、えー、道場で習ってたことを、まあ、コーチがいたんですけどその人たちがやってただけだとそれから怪我しても全く治療しないでそのまま交代巻いてやってるような感じです。 これは本当にまずいなと。体のケアもできてないし、えー、トレーニングも全然できてないんで、初めてかな、その私、朝7時から8時までトレーニングっていうのをさせたっていうのがあります。それから、も一番問題なのはこ、身を見よう見まねでね、柔道してるんで、基本が全くできてない。で、運動神経はものすごくやっぱりみんな良かったです。初めてやることにも参加をしていればできたってうんですけど、やっぱりそこをね、 基本ができてないので、えー、基本をいっぱい教えると嫌になってくるんでところどころに基本を入れて練習と一緒に組み合わせてやるっていうことをしてましたそれから、えーまあ、モロッコ人特有の気質がありますその気質をまあ理解しながらやら,やらないと、まあ、練習は飽きるわもう途中でやめるわもう怪我で痛い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 っていうはもう本当にね もうその辺はちょっと怒らないといけない時もありますけども、まあ何とかなだめながらやって彼らも続けてくれました。すみません次お願いします。まあそれでと言ってもね自分のできることっていうのがやっぱあるので、あの試合のにまで六ヶ月しかないそんな間で勝たせろということなんで勝つための正しい練習を行いました。 それから基本、毎回毎回練習にあの取り入れてやるっていうことと、あとですね、やっぱりね、絶対的な練習量が少ないんですね。で、やっぱり勝つためには、私、前も話したことあるんですけど、勝たせるためにどうしたらいいんですか簡単ですよ、練習させばいいんですよっていうことを言ったら、練習すればある程度までは強くなります。あのまあ、上の芸ぐらいまではいけると思ってます。 とにかく徹底的に練習時間を増やしてやる気を出すてやれ,やれば確実に強くなるということをやりました。それからあの一番良かったのがやっぱりあの私の,の柔道は勝てる柔道だっていうのを彼ら理解してくれたことですね。っていうのは、えー、フランスのナショナルチーム i n プ e p ってあるんですね。そこに行って、まあ モロッコのナショナルチームも参加させていただいたとき、まだ私、現役やめて1年ぐらいですから、まあまあ、現役の時の実力はまだありましたので、フランスのナショナルチームのやつとやっても、僕の方がやっぱり強かったんで、どんどん投げてました、ボン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 投げたんで、彼らも見て、あこいつ、本当に強いなって思ってくれたんで、そこからですね、あ,のあこいつに習っても大丈夫だっていうのを分かってくれたような気がします。 それとやっぱりあのもう一つはですね、足技が全くできない、動きができない、組手ができなかったので、その辺のところを徹底的にやらせました。っていうのはやっぱり、大技で投げて勝つのがやっぱり彼ら、そのなんていうんですかね、すごく楽しいんですね、見栄えもいいし、その見栄えのいいことをあのやりたがる性格のところがあるんですけど、足技とか、 そういうことですね、えー、動きが重要だということが分からないんで、力でかければ相手は飛んでいくんだと思ってるんで、その辺のところですね、組み手とか動きを非常によく教えました。で、さ,さっきも言いましたけど、私が、えー、強くてうまいことを証明するのは、やっぱりそのインセプ行って、フランスのナショナルチームの選手ですね、同じぐらいの金メダリストがいましたけど、私、大学の時に練習試合もしてますので、 そこで私買ったりしてるのでまあまあ相手の手の内全部分かってたので、えー、非常にそれはあ私にとっては幸運でしたすいません次お願いしますえー、まあ先ほどちょっとダブりますけどね信頼を得るためにやっぱりあの私若くてちっちゃかったので彼らが方が私より年上なんですねでまああの コーチってなると結構威張ってる人もいるんですけど私はもう宿泊する時も一緒でしたで彼らが行くとこも必ず一緒にずっと一緒に行動しましたで選手は選手コーチはコーチっていう形は絶対取らなかったですもう必ず一緒飯も緒食事も一緒で宿泊所も一緒すべて一緒に全部こなしました練習も一緒にこなしましたでトレーニングも一緒にこなしました そうすることによってこいつ本当に真剣にやってるなっていうことですね、それを分かってくれるために一緒にずっとやりました。で、まあ、3番目の同じ練習メニューをこなすって、トレ,トレーニングもランドリーも一緒にやりました。必ず絶対一緒にやりました。それからもう一つはですね、彼ら、の怪我しても全然治さないんですよね、痛い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 って言って、で医者にもあんまり行かない。 でそれじゃあまずいということで私日本からカバン一つ分の,あのシップと包帯とテーピングを持っていってでやっぱりあの冷やすってことを必ずやりましたでダメな選手はテーピング巻いてあげたりとかして、えー、早く直すようにっていうことで、まあ、シップは、えー、練習後とかですね 家に帰るんだったらシップその分渡して必ず冷やしてねっていうことをしましたそれから、えー、対話をするっていうことはか,あのかなり、えー、いろいろ問題ありましたけども、えー、一番気を使ったところですあ,のあまりにもみんな練習しないで私怒ってたんですけども今あの今回ハンガリーの元フランスナーショナルチームのコーチして全10年の 事務局長されて、でイタリアの何、えー、ていうかな、ヘッドコーチされて、今、ハンガリーですね、ハンガリーに出た村上先生から呼ばれて、お前、だめだよってそんなしてたら、ちゃんともう少しみんなと話してやれと、お前と話したいけども、お前が怒ってるからみんな話できないんで、お前が降りていかないとだめだよ、あいつらに上がってこいって言ったてそうなんなのできないから、えー、ちゃんと降りていって一人一人に声かけてやれって言われまして、そこからですね、 えー、み,んなみんなもやり気だして本、真剣にやりだしてくれたのは、まああの、いかにこれ、コーチが上からじゃなくて、降りていくっていうことを大切にしないといけないのかって、本当に私はもう、骨身に染みた思いで、えー、今も海外から来た人に対して、私はあの強い、弱い関係なく、えー、丁寧に接するのはそのためです、大失敗してますので、私は。 だから、えー、対話は必ずするようにしてます。すみません、次お願いします。坂井さん、次お願いします。今変えましたスライド。変わってないな。モロッコの柔道事情に。あ、そうですか。ごめん。なはい、変わりました。はい。モロッコの柔道事情、柔道事情ということで。 えーとね、ど道場数が大体1500カ所ぐらいあるということで、柔道人口が1万4000人です。で、子ども、ね、の教え方っていうのはですね、あんまり変わらないですね、大人と子どもと。ただ、子どもの場合はなんか、コーディネーションゲームですかみたいなのもちょっと取り入れているんですけども、あんまり変わらないですね。でこれれはももう私行ってからもし機会があれば 直していいいいいかないといけないとととけころだと思いますでどうしてもですね組み方がひどいよ、ね、あので奥襟を持ってしまう首抱えて投げてしまうっていうのがあるんでこれはやっぱりちょっと怪我をするのでやらしちゃいけないなっていうふうに思ってます。でモロッコの国民性っていうどちらかといえば温厚な人が多いです性格は良いと思いますって書いてあるんです本当に温厚です。 どちらかというと、あんまりですね、殴り合いの喧嘩なんかほとんど見たことないですね。で性格もどちらかというと、言い合いで終わるっていうのが、本当に、えー、喧嘩しててもそんな感じです。非常にどちらかというと、性格は温厚ですで。柔道との相性なんですけども、 まあ、アラブ人特有の体を動かすことよりも見た目がとても大切なので一本取れる技や見栄えのいい技に憧れる傾向が多いと、まあ、性格良いのでうまく指導できれば強くなる可能性は非常にあると思いますであのモロッコの柔道事情ということでもう一つはです、ね、どちらかというとまあまあお金持ってる人が柔道しているので、えーまあ、頭学校もちゃんと出ている人が多いので よくく理解はしてくれてれます。だからうまくはまれば強くなるんじゃないかなというふうに思っています。まその中で彼らの行動パターンということで、まあ、先ほど言いました国のトップであるんで、えー、私が教える、えー、通りすればもっと強くなるするということを本当に理解してもらうと。で 日本流のやり方はどっさり持ち込みました。まあそれでいいんだと思ってましたので、えー、そういう,ふうにしました。で彼らにしたらですね自分のやり方でまあ、国のトップになってきたんで自分たちで、えー、まあ、やったら強くなったんだから人の話聞かなくてもいいよと思ってるところをですねやっぱり練習でその弱点を思いっきりついて、えー、つくときはほ,ほとんどボコボコにしてました。 だからやっぱりあのそこはそこでやれるところは本当のお前、ここは直さないといけないっていうこと口で言ってもなかなか彼らも分からないのでずいぶんそこはえー彼らに申し訳ないけど痛めつけましたでそ,そういうふうにすると彼らもやっぱりちょっと直そうかと思ってくれるんで真剣に話を聞いてくれるようになりましたで国民性があるってことで、まあ、なかなか時間守れないですねすぐ諦めるし苦しいことをやりたくないこれ誰、どこの国でもそうだと思うんですけどね だからあの私はどっちかというと9時から始めるんだったら9時に道場に行って1人でも整列して、礼して準備運動をして私は始めましたで。遅れてきた分、私はその分、えー、10分遅れ全員が遅れてきたら12時10分まで練習して終わるようにしました。でえー、と口先だけじゃなくて私は彼らと同じ量の練習量をこなしました。 え午前9時からやったら12時まで、えー、立ち技全部こなしましたし昼からも寝技、えー、それからトレーニングも全部同じ量こなしてましたやっぱりそうすることがやっぱり彼にとっても、えー、非常に何、えー、て言いますかね自分と一緒の苦しみを分かってくれるんだと思ってやってくれたんで、えー、そういうふうに考えました次お願いしますえー、っとですねモロッコの料理という まあ、一番向かって左からクスクスっていうんですね、セモリナっていうあのスパゲッティで使う、パスタで使う量とあの、小麦と同じものを使ってます、それはものすごくちっちゃく、えー、したものに、野菜と肉、または魚ですね、まあ、肉、魚ってあんまりないのかな、肉、えー、牛肉、または、えー、鶏肉を入れて、えー、スープをかけて食べるという料理です。まあ 食べ慣れると結構美味しいしものです、ね、えー、まあそれでこのクスクスっていうのは各家庭によってみんないい味が違うので結構いろんな家に呼ばれていった時はこのクスクス毎週金曜日に食べるような習慣があるようですでクスクスをいろんな家に行ってご馳走になりましたで向かって左側はモロッコのお菓子ですね、えー、いろんなお菓子がとにかく甘いです とても甘いです。で、私の一番大好きなのはこの向かって正面にある、えー、アーモンドの右上にあるですね。これガゼールって言うんですけど、アーモンドをですね、えー、ペースト状にして、まあ、餃子の皮みたいなもので包んで、えー、なんていうか固めるって言うんですかね。それで、えー、いう料あのお菓子があります。これは僕非常に美味しいのであそんなに甘くもないので非常にこれは美味しいです。 こういうまあモロッコで、こういう乾燥した焼き菓子って言うんですかね、焼き菓子が主流です。えー、ヨーロッパのようなんか生クリーム使ったケーキって僕は一度も見たことがないんですね。やっぱりあの気候的に乾燥したりしているところなので、こういう料理があります。他にもタジ人とかですね、そういう料理もあります。結構日本人のの口には合いますそれとあのーえー まあ占領されてた国なのでな長いことっていろんな国にねそれからいろんな国の、えー、料理が入ってきてますフランススペインポルトガルそれからアラブの料理も入ってきてますそういうので非常に美味しいどちらかというとはっきり言って日本人にはものすごく合います味は辛くもなければ甘くもないし非常に美味しいです次お願いします はい、あとですね、えーまあ、アラブの国なあるミントティーだということで、えー、向かって左の写真がこれ、ミントティーを入れるポットです、こういうあの銀細工、銀メッキですね、銀メッキのポットに、えー、中国のです、ね、お茶の葉ですね、えー、ウーロン茶のお茶の葉っぱだと思います、それにミントを山盛り入れます、それとお砂糖もいっぱい入れて、それでこういう熱い、こういうお茶を飲みます。 まあ、初めは私飲んだ時お茶に砂糖を入れて飲んでるってことでちょっと受け付けなかったんですけど飲み出すと結構おいしいあのミントティーです。でミントはやっぱりあの多い方が僕はあの飲みやすくて、えー、お砂糖はそんなにたくさんなくていいんですけどミントをやっぱりたくさん入れるとあの非常に口の中も清涼感あっておい、えー、しいお茶です。すいません次お願いします。 えっとまあ、私、いったらモロッコなんですけど、人口が3500万ぐらい、でカザブランカは人口大体500万ぐらい、500万人ぐらいので、えー、もう非常に大都会です。で、まあ、トリノというあの路面電車ですね、バス、タクシーも整備されてまして、非常に、あのー、街としては、まあ、そんなにヨーロッパに比べて綺麗ではないですけども、も整った街です。あのフランス人がやっっぱり作った街 最初はあのポルトガル人ですけどもそこからずっと長く占領してたのがフランス人なのでフランス流のその、えー、街の構成ですね道路ですね、えー、放射線上の街になってますだからちょっと日本人が行くと5番の目の感覚で行くと全然違うところにちょっと向かってしまうので えー、慣れるまでは難しいなっていうのがありますけども、街としては、えー、整備されてますので、えー、そんなに怖いところもあるとは言ってますけども、そんなに怖いようなところはほとんど私、行っているときはなかったです。えー、で、向かって右はですね、これ、アフリカで一番大きいそのモスケがあるということで、これがモロッコに建てられてる、海側に建てられてますね、左側にもちょうど見えてると思うんですけども、 えー、こういう大きなモスケがあります、えー。これはですね、この場所はですね、以前ここにレストランがあったんです。えー、ジスカールレストラン、フランスかな。大統領が来た時がに、えー、食事したっていうレストランがここにありまして、非常に美味しいあのレストランでした。次お願いします、えー。まあ私がモロッコで行いたいこと、正しい柔道、行動感の柔道でやっぱりあの。 崩し作りかけっていうこととそれからまあですねそういうことを教えてそれからもう一つはですね以前2年前3年前4年前かな行った時に、えー、マラケシってとこであったんですけど偶然そこの私がお世話になってたその柔道家が個人,個人で柔道を教えてたんで来ないかって言われて行きました私非常に感銘を受けました、えー、もう一度行きたいなと思ってます。で 彼らも本当に屈託がないっていうか、柔道することで非常に明るかったので、なんとかあの柔道着をたくさんできたら持って行ってやっていきたいなと思ってます。それからまあ日本でずっと取り組んでるんですけど、高齢者の柔道ってことで、柔道着を着なくても柔道できるよっていうことで、えー、やっていきたいなと思っています、えー、次お願いします。 あと藤井先生についてなんですけども、えー、私が柔道強くなったのは藤井先生との、まあ、2週間に1回、約10分から15分間、えー、5分なんで、練習のランドリーが1本、5分なんで、だいたい2本から3本ぐらいは藤井先生とずっとやってました。で、私を投げて、ボコボコにしていって、また次誰かとやってました、藤井先生は。で、まあ、藤井先生に、 まあ、そんだけやってたんで、ちょこ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 と、みんな以上には私、よく教えてもらってました。で、藤井先生が今も言われてること、どこ持っても技をかけられるように練習しろと。で、国際試合ってっその自分のいいとこなんか絶対取らせてくれないということを言われたんで、だから私はもう、どこ持ってもかける柔道っていうのを、大学の時代はもう心がけてました。持ったら、もう立ったままで関節、持ったら、えー、締め、立ったまま閉める、持ったらかけるっていうことを。 心がけててずっっとやってました、まあ、あの藤井先生っていうのは私の人生で訓当を受けた人の一人で、えー、先ほど言いました堀部先生と、まあ、小谷郷、えー、次郎っていうか秀次郎先生っていうんですけども書いてあるんですけど私の大学の時のゼミですゼミの先生です国際政治学のもうすごい先生だったんですけど偶然ゼミで取っていただいて、えー、家にまで呼んでいただいて話してるゃあすごい人だなっていうのは分かってそこから私はあの 本を読むようになりましたそれからですね藤井、えー、先生でも卒業してちょうど今年で40年ですけどいまだに連絡いただいていろんなことで心配していただいて、えー、いろんな方面で助けていただいてます藤井先生の理論をやっぱり聞くと、えー、生きた実践の理論だっていうのが私は非常に今も感じてますでこれをどっかで皆さんに一度ちゃんと、えー、説明する 時があればと思っていまます次お願いしますで今後の国際交流についてですねやっぱり私たちは柔道で国際交流するのでやはりあの正しい理論を覚える理解するっていうことでまず私たちがその正しい理論を覚えて理解して教えないといけないと思ってます。それと 叶志、えー、五郎先生の哲学ですね、まあ、勢力全用自他共栄にまあ代表されるいろいろな言葉を金井先生は話されてるんですけど、そういうことを、あのー、私たち自身がその柔道っていうのは、ドタンバタン投げたり締めたりすることだけじゃないよということを理解してやっていかないといけないんだっていうふうに考えてます。それからあとと柔道充実の歴史とですね その柔道、柔術がどうして世界に広がっていったのかということを知らないといけないと思っています。それを知ることによって、えー、柔道というのはどういうものなのかというふうなことがより分かってくると思います。それからあのここに参加していただいている方若い方も年配の方もいらっしゃるんですけども、えー、ぜひ語学をですね、えー、学んでいただきたいと。 でこれ語学を学ぶことによって例えば英語と日本語を2つできれば英語で考えることと日本語で考えることができて、えー、複数の目で物が見られるっていうことと海外に友達がいるっていうことで情報が非常に僕は早いと思ってますでそういうのもたびたびこう何て言いますか経験してるのでやはり海外の人と本当に話そうと思うと語学が多少できると 非常にあの意思の疎通をして情報も早いのでぜひここは学んでほしいなと思ってます。それともし若い人がいらっしゃるんでしたら日本にいるのではなくて積極的に海外出て海外と日本を結ぶ人材になっていただきたいなと思ってます。でそういうふうな何て言いますかねそういう気構えを持っていただいて海外の人とそれから海外っていうまあ言ってますけども同じまあ 地球上のところなのでね、嫌、えー、だったら帰ってこられるので、えー、ぜひですね、できるだけ若い時には、まあ、若いって言っても、あれですね、若くなくても、出て行っていただいて、新しいことを知ったり、経験していただくのがいいんじゃないかなと思ってるんで、ぜひあの、日本にいようと思ってらっしゃる方も、時々は海外に出て行っていただければと思ってます。 次お願いします。スライドはオルシアで以上になります。すは,いはい、以上です。すいません、ありがとうございました。浅野先生あ、ありがとうございました。それではあの質疑応答という形に、えー、させていただきたいと思います。えー、では浅野先生、えー、お願いいたします。はい。長谷川先生、こんばんは。こんばんは。あの今日は本当に。 興味深いいお話ありがとうございましたお上さんありがとうございます、まあ、あの先んなんですが僕はあの長谷川先生とあのこの「柔道3.0」で知り合って、はい、実は Zoom でしかお会いしたことがなくて、はい、あのいつかその高齢者体操でお会いできたらなというふうに思っていたところだったのでただ先生の印象としてはやっぱりあのいつも画面越しだったんですけれども。 柔道の歴史とかですね理論を笑顔で話されて楽しそうに話されている姿とあとは僕がたまにいいこと言うとハスに構えて拍手をしていただけるその姿がすごく私にとってはあの印象に残っておりますであとはいろいろ質問を考えたんですが今先生からあのいただいた質問であの,あの理解したところもありますのであと何点かちょっとお聞きしたいことがございます。はいはい あの先生、やっぱりあの柔道を指導する上で最も大切にしていることっていうのは何ですか、はい、柔道を指導する上で最もですかはいあのあの最も大切にしていることは分からないことをちゃんと聞いてあの選手も言えないときあるんですね、自分が本当に何ができないのか。それをちゃんと2人で あの見つけていってこういう方法があるんだよっていうことを言ってあげることだと思います。うん、なかなかねできないことをね言葉にしてでき,できないんですよ選手もだからこういうことって聞いたらそういうことですって、うん、いや違いますとか言ってくれるんでそ、ね、こ,こはあのよく聞くようにしてます。ともう一つは私はやってるのは絶対否定しないです。 うん、相手のこと絶対否定しないし否定してあげるとやっぱりあの自分が今までやってきたことはダメだったんだなと思われてると非常に消極的になってしまうんで「うん、おおいいじゃんいいじゃんいいじゃん」冗談で「だもうダメじゃん」とか言いますよ冗談ではその冗談で言ってる時と真剣にダメだって言ってあげるとやっぱり選手はやる気がなくなって,てああ認めてもらえるんだっていうふうに。 してするとやる気も出てくるんでねできるだけ話をして認めながらやるようにしてますありがとうございますあともう一点先生、はい、あの素晴らしい先生方に恵まれたと思うんですけれども、はいはい、そんな中で長年まあ、修行されてきてですね柔道やってきて確信していることっていうのはどんなことがありますか あの確信していることはね、これはね本当にやっぱり私柔道家なんで柔道の技術をどこどこまでも追求していかないといけないっていうことですね。で、わかりにくいことがいっぱいあるんですよ。で、嘘を言つ、まあこんなこと言っちゃいけないな、嘘を言って言ったらいけないんですね。間違って理解して説明している人もいっぱいいるわけです。うん、自己流になっている人もいっぱいいます。でもそうではなくて、やっぱりそこからもう一 自分のやってること本当に正しいのかって思ってやっぱ自己検査をずっとしていかないといけないですね。今も自分のやってること本当に正しいのか間違ってるんじゃないのかで勝ってるやつが人が正しいんじゃなくて練習と試合では違うことが結構あるんですよやってることで本当にそれやできるの試合の時。でも そういう練習の仕方してて、試合で勝ってしまってる人がいるんで、でも試合の時は違うでしょっていうのが分からない一流の選手もいらっしゃるんですね。一流の選手はもうできてしまうんですよ、試合の時も。でもそれを鵜呑みにして、僕らがやるとちょっとできない場合があるんで、やっぱりあのどういう人が本当にちゃんとうまく説明してくれてるのかっていうのを、やっぱりこちらも。 わかる力量まで、やっぱり自分を追い続けないといけないなと思ってます。以上です。ありがとうございました。ね、ありがとうございます。坂井さん、以上です。ありがとうございます。それでは、次、三崎先生、お願いいたします。こんばんは。あ、こんばんは。まあ、あ、あの。 先週の土曜日はありがとうございました本当にあの今先生がおっしゃってたもう私も自己流でやってきたのが結構あったんで、まあ、あの先生の崩しの理論とかをリスペクトしてて、まあ、実際にあの手取り足取りあのこの前の土曜日を教えていただいたというのは自分の財産になると思ってます。ます本当にありがとうございいいましたた私質問いろいろ考えてたんですけどさっきあのあの 例えばモロッコの柔道人口とかあのだ男女比率とか同女の数とか少年柔道とかモロッコの国民性とか柔道の相性とかモロッコの料理とかモロッコ茶とかカサブランカとか全部私が考えてたことを全部おっしゃってくださったのであのすごいあのあモロッコってあこういう国なんだなっていうのがあ,のあえて分かりました、はい、もっとちょっとネットで調べたいと思います。ではい あとですねあと一つだけ質問があるって、ですね長谷川先生、の柔道以外にモロッコ行ったら、他に何かやりたいことってありますか <laughs> 多分まあ柔道以外ないかもしれないですけど、あえて柔道以外で何かやってみたいっていうことありますかえーっとですね、柴田さん、これ、放送撮ってますよね今、ライブ配信されてます、はい、あのー、私ですね、モロッコだけじゃないんですね、行きたいと思ってるん。<laughs> っていうのはスペインとかポルトガルにも行きたいと思ってます。で、ポルトガルは結構あの知り合いの方がいらっしゃって、それからスペインも、えー、アテミア教えに来てくれとか言われたりもしてるんですね。それと、一番行きたいのはやっぱりアフリカの国にちゃんとした柔道がまだ全然広まってないんですね。で、この間も天理大学行って、えー、ブルンジュかな、えー、サミエル君っていうのと、 あって非常に彼は頑張ってやってるんで彼の国とかも支援したいなって思ってますただモロッコだけにこうこだわってるってはいけないんじゃないのかなっていうふうにすごく思ってますでやはりもう一つですね私が思っているのは皆さんの手助けを必要としておりますのでよろしくお願いいたしますありがとうございました佐々木先生ありがとうございます では次、金賞先生、お願いいたします。はい、どうも、長谷川先生、ありがとうございます。ありがとうございました。今、それも、あの、柔道三点ゼロで長谷川先生と知り合えて、とっても光栄ですし。あの、藤井先生に、あんだけ、指導していただいて、たっていう、あ、交流があるっていうのは。なんちゅうかな、羨ましいというか、以上ですね、なんか、とってもとっても。 あの展望の、うん、あの先になってる僕からすれば鏡というような感じなんで、えー、その人を近づけていけるのはなんかうらやましい本当うらやましいでましてやね、えー、ずっとその練習ずっとされてたっていうのはすごく嬉しいです、はいえー、っと接点がたくさん、あのーはい、あってとっても嬉しいです。はいさっきのロ ニュージーランドのロバートが出てきて、懐かしいなと、はい、いう感じで聞いてましたあの。ビルを出そうと思ったんですけどね、ビルの写真がね、いいのがなかったんで、ね <laughs> ビル。ビルもね、はい、すみません。でね、あのもう本当、ま、なんで柔道を始めたのというのと、すみません、なんでそこまで続けられたのと、この素朴な疑問をお願いします。ままずですね、まあ 私の友達が幼稚園の時に仲のいい友達がやってたので始めたっていうのもありますしまあそれと私これも前話したかも分かんないですけど私の周りって女子,子供の時っていうかちっちゃい時周り全部女性なんですよ私末っ子で長男ですけど末っ子で上二人女性向かいもえ女性隣も女性斜め前も女性同じ町内も女性 で私の周りって同じぐらいの時って女性しかいないんですよね。皆さん冗談あの言うわけないんで僕、ちっちゃい時に遊んだって、ままご,ごとしかしたことがないんですよ。で、父親はこれ、どうなるんだろうと思ってたと思うんですね。で、末っ子でもう年いってから生まれて、で、周りは女性しかいない、遊ぶ相手は女性、あ男性1人いたんですよ。幼稚園の時に。で、引っ越してしまったんですね。 でも近くはもう全部本当に10人ぐらいいますけど全部女性です。あれ父親にしたらどうなるんだろうこいつはって思ったんですけれどもそこにちょうど私柔道したいって言ったら「じゃあお前行け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 」っていうことで柔道を始めたと思います。で、まあ、堀部先生に柔道を教えてもらってそこでえまあ非常に勉強も教えてもらって自分としてもどういうふうにやっていったらいいのかっていうことで。 教えてもらったので、えーまあ、今も続いてるっていうことで、あのやっぱりそこにすごくあったんだと思う、先生の教え方が。でそこでやっぱり柔道、私、別にそんなにあれだったんですけど、まあ、なんか知らないけど、教えてもらったら、まあまあ強くなったんで、試合にいろいろ連れて行ってもらいました。で 私の道場って面白いんですけど中学小学校の時かな中学の時かな、当て見を教えてもらったり中学の時に居合を教えてもらったりっていう道場だったんでんまあそういうところで一緒に先生に教えてもらっているうちにああ柔道って面白いんだなと思って、まあ、高校大学とやってまた大学で藤井先生が会って藤井先生もおっしゃってたんですけどものすごくめちゃくちゃ練習させたっておっしゃってました。 この間もあったらただ、むちゃくちゃ練習させたっていうおっしゃったんですけど、私たち他の大学知らないんでね、これが当たり前だと思ってずっと練習してました。で、私はまあ練習してしんどかったですけども、もう嫌になるしんどさではなかったです。毎日毎日面白かったです。で、一番しんどかったのは4年生の時が一番しんどかったです。1年が一番楽でした。 123とだんだん登っていくうちにどんどんどんしんどくなってきてもう4年生の時これ以上練習したらもうだめになるんじゃないかなと思うぐらい肉体的にも精神的にもやっぱり疲れてました。本当に4年生が一番しんどかったです。まあ、それぐらい、まあ、しんどかったですけど練習してますけど面白かったです藤井先生と練習してるのがいつ,もいつも。だからやっぱり今も続けられてるんだと思います。 いそんなととところですす。ね。はい、あありがとうございますあと最後に1つ、1> はい、あの国際、まあ、柔道が国際的になって、その外から見た日本の柔道に期待するとこっていうか、はいいやもうぶっちゃけた話、ます。皆さん、海外に行ったら、日本人の柔道ってめちゃくちゃ注目されます。うん もうはっきりですね、えー、と何年か前にモロッコに行ったときに、フランス人からみんなが、ね、打ち込みをビデオで撮りに来るんですよ。日本人が打ち込みしてるえっえと思いますよね。で、今回、うちの家内が、えー、YouTube で、っ、えー、とーン開きのビ、あのー、やってるビデオで撮って出してたんですね。そしたら海外から 全く知らない人もすごいいいねをくれる友達になってくれって言ってあの友達申請来てるって言うんですねやっぱりですね日本の柔道ってすごいもうあのまあヨガって言うとレスペクトされてるで皆さんもぜひね柔道着2着持って、えー、1着だと開かないんで2着持って海外にぜひ行ってください本当に。 昔坂井さん、言われてましたよね、ちょっと練習させてって言ったら OK って、もうほ,ほとんど OK ですね。よっぽど変なやつじゃない限りは、いまあ、のすごいあの柔道の力って、後ろに爆弾持って歩いてるぐらい破壊力あります。 次森田先生、お願いいたします。どうも、ご無いたします。この間、Facebook でおっしゃってた藤井先生から学ばれた目から鱗ってやつ、一つでいいから教えてください。はい、あえー、っとね、あの、一つ、も皆さん、指導者ばっかりだから話します。まずですね、柔道家の目線ってもうむちゃくちゃなんですよ。目線っていう話、剣道の場合、目線っていうのは、打つところに必ずあの目線がいきますよね。 柔道家ってどこ見てますかみんな？顎元、顎らへん。顎らへん？投げるときも顎らへん見てますか？ああ投げるときは全然動きますけどね。ね、その時も必ずですね、うん、あの引き手を皆さんものすごく注目するんですけどね。で、釣り手がもう全く注目しないんですよ。注目ってなんか全然こっちの手注目してないんですか？こっちの手がものすごく重要なんですよ。 で今までですね私、釣り手についての説明を受けた方って2人しかいらっしゃらないですで。この釣り手をいかに使うかによって、私、ごめんなさい、左なんでね、釣り手をどう使うかによって、相手が投げられる、投げられないっていうのは決まってくるんで、この釣り手をどうやって使うかなんです。で、私が一番今までね、試合を見てて分からなかった山下先生の,あの試合、 なんですけどね山下先生ってなんかめちゃくちゃ簡単に投げられてるじゃないですか相手をなんか足キュッとか当たるドーンと飛ぶじゃないですかもうあんなことありえないと思ってたんですけどねどうもだからやっぱりこの釣り手がすごく効いてるんですね山下先生の左なんですねそのこの釣り手の位置をどこに持ってくるかによって相手って飛ぶ飛ばないってあるんでこれをどう使うかなんですちょっとビデオだと今説明しにくいんですけども今度あの レアルでやるとき、ちょっと説明はします。あ、森田さん、あのミュートになってます。ミュートになってます。聞こえないです。声が聞こえないですね、森田先生の声が。あ、チャットに書いてくれた。 あり,あ,ありがとうございます。と、はいう。ありがとうございます。では次、次堀先生、お願いいたします。はい。あ、長谷川先生、ありがとうございました。あ,ありがとうございます。えっと、まあ、あの、先ほど、あの、桐生先生。からのご質問があって、それに、あの、長谷川先生がお答えになってたことと、ちょっとかぶってしまうかもしれないんですけども。あの。 私たちあの日本人柔道家として海外に行った際に最もこだわるべきことっていうのは何でしょうかはい、あのー、ここはね非常に微妙なところなんですけどね、相手を認めつつ、日本の柔道を崩しちゃだめですあ、あのー。これはね、んじゃあ海外の人です間違ってるかっていうと、間違ってないんですよ。実際、わざわざかけて、えー、買ってますよね。 相手を認めつつもそれは何て言うかな本当の柔道じゃないよってことをじ浸透させていかないといけないです。パワーでやったら当然、あのー、力の強が勝ちます。でもそれだけではないでしょっていうことを本当に、あのー、理解してもらうように持っていかないといけないです。そのためにはやはやりあの 崩し作りかけって、崩しってどういうことを本当に崩しって言ってるのか、えー、作りってどういうものなのか、かけってどういうものなのかってことをやっぱり私たちが本当にちゃんと理解をしていかないといけないなと。で、えー、と投げの方、固めの方っていうのが本当にどういうふうにそのランドリーで役に立つのかっていうことを理解したした方が、僕はより説明があの、技の説明がしやすいと思います。 あの先日長谷川先生あの私のクラブにもわざわざ足を運びいただきまして釣り手に関する講師もやっていただいたんですけど私は釣り手に関してお話をされた先生は長谷川先生で3人目です。ああそうですはい私の恩師とですね新田高校の浅見幹雄先生と長谷川先生で3人目です であのやはりあの皆さん釣ィーに対するこだわりのやっぱりそこすごく大事っていうお話をされて私は今の子どもたちにフィードバックはしてるんですけど、はい、あのやっぱりあのあの今長谷川先生がおっしゃった通りであのやっぱり特に一緒小さいうちはもう技術がすごく大事で力なんかもう勝手についてくれば強くなっていくので、はい、ただやっぱりあの勝たせる柔道しちゃいけないなと思って小さいうちは。はい はいという教え方で間違ってないでしょうか。はい。いやそうなんです。はい、あの、はい、まあ森田君いますかまだもう出ちゃった。あのー、一番大切なのはこの釣り手はですね自分の見えるところに必ず置くってことです。必ず絶対置いてないダメです。これがこっち側にずれてかけようと思って体がこう離れてしまうんで力出ないんですね。ここに持ってこないダメです。で。 こういうふうに持ちながら、この手を自分の目のメール、視界に入れてないためね。これが離れてしまうと力がもう入らないです。どんどん離れていけば離れていくほど、体と手の開きが、これが必ず目線に入ってくると、やっぱり一番強いです。ありがとうございます。 では掛け場様、ま、お願いいたします。こんばんは浅野先生ありがとうございます。どうも。う実際に会えてあの年末の時は嬉しかったです。けど,あどもありがとうです。先生ありがとうございました。あとそのその際にあの息子の方も教えていただいて本当ありがとうございます。 ちょっと私がちょっと質問させていただきたかったのは、まあ、今、いろいろ聞かれてしまったのがかぶってしまったんですけど、えーと、私がすごい心配しているのは、えーと、日本の柔道人口が減っているっていうところに、ものすごい心配をしてまして、で長谷川先生から見た中で、いろいろこの柔道3.0でも、えーと、受け身にを、 えとの教室っていうのを重視するっていう方向性はどうなんだろうっていう話があったように、えー、長谷川先生自身もケミの,受け身の、まあ、教室みたいなのを開かれて、えー、とやってらっしゃるなっていうところはあったと思うんですけれどもまあ,あの、まあ、そういうのも含めて、えー、とどういうところに取り組んでいけばいいんじゃないのかなっていうような提言といいますか。 あ,のありましたら、ちょっと教えていただければなといま、はい、あの私がなぜ酒井さんともう、7、8年になりますかね、ずっと一緒にあのやってるかといとやっぱりですね、えーまあ、私、柔道も大学のといううめちゃくちゃやってました、でまあまあ、ある程度まで上の方まで行って、では私がなぜ酒井さんとこうやって一緒にいるのか、どんどんやっぱりおあの、年と年齢とともに落ちますよね。 どうしてもこれは仕方ないことで体動かなで柔道を振り返ったときに柔道って勝つことだけなのかっていうふうに疑問を加納先生もそう言われてますね勝つことなんて一言もおっしゃってないです。で正しいことをやった結果が勝つだけであって別にその勝つことが究極の目標じゃないよと。ね、己の完成と世の中にあの保育する保管するっていうか そういうい人間作ることが、えー、と目的だっておっしゃってですね。で世の中っていうと広すぎるので柔道界をやっぱりあのに必要な人間っていったらどういう人間なんだろうと思うとえ例えば、えー、堀さんやってらっしゃるのはデフの方耳の聞こえない人の柔道それから障害者ですね知的障害者あの楠山先生やってらっしゃるね。 それからあとは、えー、目の見えないいい方もいらっしゃいますそれとやっぱりあのー、こんだけ高齢化してくると加納先生が柔道始められた頃にそんな高齢者の方って柔道界いっぱいいなかったと思うんですよ。でいっぱい今もうはっきり言って70代がうじゃうじゃいらっしゃいますよね。こういうことを全然柔道界で考えてなかったと思うんですよ。 でこういう方がもう本当にいっぱいいらっしゃるんでじゃあ高齢者になって怪我しない柔道って柔道を普通にどのようにやってたらいいのかっていうとそんな1週間に1回できない人もいらっしゃるんでどうやったらあの怪我しない柔道をするのかっていうことそれからあとはやっぱりあの女子の柔道っていうのもちゃんとしていかないといけないと思ってます。 というのは女子で非常にあの寿30、40で現役でバリバリやってる人なんてもういないですよね。で、やっぱり選手生命短いんで、その間に段上げていかないといけないと思うんですよ、反対に。男子より短いんで。そうすると、今の僕がこんなこと言うのおかしいんですけど、審判規定っていうか、あの商談規定でいいのかなっていうのは思ってます。うん それとあの、私がちょっとやりたいなと、個人の人の柔道ですね。区別することはないですけど、個人の人がそのどっかの道場に行って、習いに行くってことはほぼ不可能だと思うんですよ。で、柔道ってやっぱりそういうところに僕はすごく役立つ、自立させていくことに役立つもんだと思ってるんで、そういう人にも柔道っていうのを習っていただければっていうふうに考えてます。それともう一つは、海外の人ですね。 海外の人と柔道をすることによってあの彼らにも非常に大きなメリットもあるし,あの私,たちに対し私たちもすごくメリットがあ,りあると思うんです。そのメリットっていうのは彼らに対してその正,しい柔正しい柔道だったらおかしいですね。行動感柔道をちゃんと知らせていくことができるっていうこと。それから彼らの,その、えーまあ、もう少し言うと。 いいろろんな国にその格闘技にその国にあった格闘技の体の使い方をしている人たちの技を僕らは知ることができるわけです実際にそういう人たちの練習してみるとでそういうことからやっぱりいろんなことを学んでいくことができるんで次のこう何て言うんですかねフェーズに僕らの技を、えー、磨いていくことができるんじゃないかなって僕は思ってます。 あの柔道は確かに素晴らしいもんだけどこういうふうに限定すると良くないなと思ってます学ぶことは僕は絶対必要だと思っています以上ですありがとうございましたありがとうございます他ご質問、えー、いかがでしょうか、えー、竹熊先生事前にいただいておりましたがいかがでしょうか こんばんは。こちらは早朝でございまして申し訳ありません。こんばんは。あの。ビデオを出してよろしくお願いいたします。先生、いつもあのも本当ね。ご指導いただいてありがとうございました。あの、ちょっと寂しい気持ちもしてあります。けれども、先生の新しい飛躍ということで。 あのアメリカにいる人間がこんなこと申し訳て申し訳ないんですけども、またあの地球の,あのどこかで精の精一杯頑張っていただきたいなと思いますけれども、これからどうやってそのモロッコと日本をつないでいかれようとしているのかということなどを、あの先生の抱負をお聞かせいただけたらありがたいです。えっとですね、一つ、今はもうあのかなりと話してるんですけどね、えー、夏に講習、えー、会が行動館であります。 そこには何人か連れてていきたいなと思ってますでその私たちのグループを向こうで作って、えー、日本にやっぱり連れてくるスペインポルトガルも含めて、えー、モロッコを含めてですねやっぱり日本に連れてくるっていうのは僕の仕事だと思ってます。で行動館のそのに一度は来て練習するそれから行動館の先生方に本当の柔道っていうのを学んでいただくそれから やはり日本であの素晴らしい先生いっぱいいらっしゃるんで、その時に、えー、その人たちからの教えを受けていただくということで、彼らの国自体がやっぱり比較的飛躍的に柔道がこう伸びてくるんだと思っています。そういうことが私の一つの仕事だと思っています。それとさっきもご質問ありましたけど、アフリカはちょっとなんとかしないといけないなというのは思っています。以上です ありがとうございます。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。他ご質問ありますでしょうか,うかそうしましたら、私から最後にご質問させていただきます。はい、えっと、このライブ配信を聞いている皆様へのメッセージという形になりますが、えっと、長谷川先生、あの、国際柔道交流をあの柔道3.0の 活動すべてあのほとんどん担ってくださっておりましてえ例えば海外からあの柔道家が来るとなるとえ空港まで行って空港から宿まで同行してそして次の朝はあの宿泊してるところまで行ってで稽古先をコーディネートしてで稽古先まで電車に乗ってですね一緒に同行されえ練習が終われば一緒にご飯食べてということで。 仮にあの東京ではなくても例えば北海道に来たってなれば北海道の柔道の先生にご連絡して北海道で柔道できる場所を、えー、用意されてという形で本当にその柔道を通じて、えー、いろんな人があの交流するということに力を、えー、注いでこ、えー、られたかと思います。えー、で柔道3.0でもそれを阿佐ヶ谷先生になってくださってただこうやっぱり活動している中で そういうことに力を入れて活動する人がなかなか見つからないと。で、柔道で人手つながるっていうことが、すごく大きな力があると思、あの、ということを長谷川先生がたくさん伝えても、例えば海外の先生と話ができるオンラインの勉強会を開催しても、人がなかなか来ないと。なかな,かなかその長谷川先生の思いが、こう、すぐには伝わらないっていう状況があるかなというふうに思うんですけども、 まあそういったあの現状も踏まえて、これからのわれわれに期待することっていうことをお伝えいただけますでしょうか、はい、ありがとうございます。えーとね、これ、私が向こうに行くってこと、ヨーロッパもス,、えー、とスペインまで50分なんですね、フランスまでが2時間半。ということは、皆さん別にあの海外から日本に来てもらうことだけじゃなくて、皆さん、ヨーロッパ、転戦しませんかどうですか 私と一緒に行けば、フランス、スペイン、ポルトガル、シリアいっぱいいますからね。で、インセプ、フランスのインセプ行くんだったら、インセプに見たいって言ったら話はできると思うんですね。だそういう反対に出ていきませんかさっきちょっと私書い,た書いたと思うんですけども、あの年齢関係なく、1週間なり2週間、定年になってからでもいいじゃないですか。別にそんな向こうのナショナルチームの選手と練習するわけじゃないんで。 そのどこどこの町道場に行って、えー、日本から5人来てくれたよとか、10人来てくれたよとか、2人来てくれたよとか、草、ね、山先生ならポーランド知り合いだって、ポーランド行ったりとか、チェコ行ったりとか、いろいろできると思うんですね。で、1年間お金貯めれば月、月、えー、1万ずつ貯めていったら、往復のチケット代は出ますよね、12万。あともう少しあったら泊まれるので。 まあ道場止まってもいいじゃないですか、夏場だったらね。で、そういうふうにして一緒に出ていきませんか、来てもらうのを待ってるばっかりじゃないんで、そういうふうにあの活動的なグループになっていけば、僕はいいなと思ってます。 波佐野先生から伺ったところによるとあのモロッコからあのスペインとかポルトガルとかフランスに行くっていうのは日本から大阪とか福岡に行くぐらいの感覚であの時間も費用もあのそういう感覚で行けるそうですので波佐先生のところに行けばアフリカだけではなくてヨーロッパはいろんなところに行けるということで、えー、また改めて波佐先生がモロッコに移住されることによって、えー、重度でつながるという拠点を あの新しく作ってくださることなのかなというふうに思っております。引き続き続どうぞよろししくお願いしますあしし皆さん、そう思ってくださいあの。私、日本にも帰ってきますので、ヨーロッパに行くとき、私、呼んでいただいた空いてる時間は行きます。で、一緒に回りましょう、皆さん。楽しいですよ。知らない町に行って、知らない人たちと急に練習できて、いろんなとこ案内してくれますから、ぜひ、そういうふうに使ってください。 はい、あの改めて羽生先生、本当に夢のあるお話をしてくださり、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ライブ配信の方はこちらで、えー、終了とさせていただきます。ご清聴くださりありがとうございます。ありがとうございました。